早急にやめて無駄なことに使われようとしている税金を本当に被災地に降りていく政策を実現しなければなりません。復興予算を被災地に落とすために私たちは最後まで諦めずにしつこく毎週金曜日必ずこのデモを続けていきます。市民の皆さんも一緒に頑張りましょう。
の皆さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。九州ひまわりプロジェクトです。ただいま、北九州市では、3カ所で、瓦礫が燃やされております。放射能を含んだ瓦礫です。放射能が今も散乱中です。福島県に限らず、もう関東圏では、放射能が原因である。病院が続々と報告されています。特に福島県では甲状腺がん、白血病、奇形が続々と報告されています。また福島近県、関東圏でも突然死が急増中です。その他ありとあらゆる病気が報告されていますが、一切報道されません。また放射能に汚染された食物が全国的に続々と見つかっています。これまた一切報道されません。しかし東日本では他国が輸入を禁止している汚染された食品を食べざるを得ません。九州はまだ過労して安全ですが、北九州市が2年間24時間瓦礫焼却を続けるならば、今はまだ安全な九州産の食物も全て汚染され、被災者支援どころか自分たちが食べるものすらなくなってしまいます。その証拠は一足先に瓦礫焼却を始めた島田市です。その土壌汚染はひどく、お茶、タバコなどもうすでに汚染されています。これでは北九州市は近い将来第二の福島と呼ばれるようになってしまう第の福島と呼ばれるようになってしまいます。そしてこのまま皆さんが西日本、九州、北海道だけでも放射能から守ろうとしなければ、将来日本全国、阿鼻叫喚の放射能地獄になって容易に想像されます。瓦礫焼却による汚染は西日本全域、韓国、米国、西海岸まで及びます。ドイツ、米国、西海岸からも広域処理をやめるようたくさんの署名や警告が来ています。どうか北九州市がこれ以上他県、他国に迷惑をかけることがないように市民としてよろしくお願いします。第一の事故は収束どころかチェルノブイリを軽く超えています。危険な放射性物質を悪魔のように毎日吹き上げ、海にも陸にも空にも放射能汚染を垂れ流しております。今日本はまさに亡国の淵にあります。さらにその上、環境省は放射能を含んだ震災瓦礫を拡散し、意図的に放射能拡散を狙っています。これは歴史に残る世紀の蛮行、偶行、犯罪行為です。北橋市長は二重瓦礫処理による国庫金搾取により現在裁判所に提訴されています。それは北橋市長の真の目的は被災者支援ではなく、己の金銭欲のために新日鉄の関連会社を設けさせるために瓦礫受け入れに盲信していることを示しています。真に被災者支援を考えるならば、津波を防ぐ森の頂上プロジェクトに瓦礫を利用すべきです。宮城県議会は前回一致でこの案に賛成していますが、北橋市長だけが己の金銭欲のため、いまだにこの瓦礫を金に変えようと、瓦礫受け入れにこだわっております。
皆様、ただいま放射能が拡散中であります。それでも北朝鮮並みにみんなノック掃除しております。今国と市は人を放射線管理区域に子供まで閉じ込め、放射能瓦礫を逆に放射能瓦礫を逃がし焼却拡散するという全く正反対のことを進行させています。お上のすることに全て間違いはない。焼却は安全とテレビの大本営発表を未だに信じているのでしょうか。ならば福島で放射能まみれで死んでいた家畜や十分な情報を得られずに被爆した福島県民と同じです。継続的な低線量被爆、内部被爆の影響については不確定な人が多く、専門家でさえわからないことが多いという認識であります。したがって危険だと思って安全だった場合は問題はありませんが、安全だと思って危険だった場合は取り返しがつきません。今北九州はその取り返しのつかないことを今やってる真っ最中です。そして絆という美地レイクのもと、実際にはその広域処理のお金は全て新日鉄の関連会社に落ちることになっております。放射能測定の機械まで全て新日鉄関連の会社にお金は落ちます。絆という美地レイクを掲げ、裏では被災者支援のお金を新日鉄は泥棒しております。また北九州市長も同様です。九州ひまわりプロジェクト毎週金曜日恒例ひまわり革命です。私たちは、脱原発、そして、脱震災瓦礫広域処理、広域処理政策に反対しております。私たちは原発と震災瓦礫拡散は根っこが同じだと思っています。その理由はどちらも核物質を含んでいるからです。今回3.11 福島第一原発事故により多くの放射性物質が日本中に拡散されました。今回九州に持ってこられている現在焼却されている震災瓦礫にも多くの放射性物質が含まれています。それを北九州市で24時間3つの焼却場で焼き続けています。付着した放射性物質は焼かれ空気中に拡散されていきます。それを私たちは呼吸から体内に取り込んでいるわけです。このような政策を私たちは許すわけにはいきません。国際的な原理原則では放射性物質は現地に留め拡散させないということになっています。今回日本政府が取った震災瓦礫の広域処理政策はそのような国際的な権利原則に違反しています。一方現在でも原発の中では100ミリシーベルト以下のものも放射性物質であってもドラム缶に入れ急に深く埋めるというクリアランスレベルを保つというそのような政策が取られています。しかし一方では私たちの住む政策
生活圏にそのような、放射性物質が付着した瓦礫がまるで、日常的なことのように拡散され、大気中に拡散され、みんな呼吸から取り込んでいるようなことになっています。これは明らかな国のダブルスタンダードです。またもう一つです。今回の、公益処理政策は多大な税金の無駄遣いであると、そういうことがもうはっきりしています。先日の、NHK の N スペを見た方も多いと思いますが、復興予算が全く必要のない政策に多く使われている。例えば復興予算と言いながら沖縄の道路を作ることに使われたり、また復興予算が全く関係のない岐阜県のコンタクトレンズ工場に落ちていたり、また逆に一方では被災地の中小企業が復興予算を申請しても全く認可されなかったり、そういうおかしな事態が起きています。まるで復興予算は大企業救済策のようです。今回環境省は広域処理政策に1兆円の予算を取っています。この1兆円の予算はほとんどゼネコンに丸投げされています。北九州市に持ってこられる瓦礫もそうです。北九州市に持ってくる石巻ブロックの瓦礫、それはすべて鹿島 JV という大ゼネコンが請け負っています。大手企業に丸投げです。現地の中小企業には一切お金が落ちていません。今仙台市に行きますと、大手ゼネコンの復興バブルで歓楽街が大変にぎわっています。しかし一方ではまだ復興から取り残された沿岸部、そちらの方では傾いた家に住んでいる一般の方々も多いのです。儲かるのはゼネコンだけ、本当に困っている人たちに全くお金が落ちない。今の震災瓦礫広域処理政策、本当におかしな状態になっています。私たちはこのおかしな税金の使われ方に反対しています。本当に困っている人たちに本当の支援をしたい、そのように考えて日々活動してきました。本当に正しい復興予算の使われ方、本当に正しい広域処理を本当に正しい瓦礫の処理をしてほしい。先ほど放射性物質を大気中に拡散するのは大変危険なことと言いましたが、私たちは現地被災地でも一切瓦礫を焼いてほしくないと主張してきました。では瓦礫を焼かなかったら瓦礫が片付かないではないかと思われる方も多いと思いますが、実際には今例えば宮城県議会全会一致で命の森の防潮堤プロジェクトが可決されています。宮脇明先生という横浜大学の名誉教授の先生が提唱している、瓦礫を地中に埋めてその上に木々を植林して大きな森を作る、鎮守の森を作る、そして次に津波が来た時にそのマウントによって作られた鎮守の森が人々の命や財産を守る、そういったあの構想です。例えばその森の防潮堤に瓦礫を使うと全体の瓦礫のたった 5% しか瓦礫が使われない、つまり瓦礫が足りないほどその防潮堤に瓦礫が必要だということです。これは瓦礫を現地でも焼却しない非常に優れた方法です。ですから北九州市でもこの命の森の防潮堤を応援しようと、私たちは宮脇明先生を呼び講演会も開きました。また実際に宮城県にも行きました。
北九州市からできる復興支援、本当の復興支援はどういうことでしょうか。瓦礫を受け入れることではありません。その瓦礫にかかるお金を被災地に直接お渡しすることです。そのような復興支援、本当の復興支援をぜひみんなの力で実現したいと思います。今広域処理政策は全く必要ありません。現地でも瓦礫が足りないくらいになっています。それを無理やり北九州市に持ってきています。宮城県議会の議員何人にもヒアリングをしましたが、県議会議員も一様に口を開いて広域処理はもう必要ない、北九州市に出す必要はないと主張しています。それなのに今無理やり予算をつけて北九州市に持ってきている状態です。本当におかしな状態になっています。この広域処理政策に北九州市では今回6億円以上の補正予算を取りました。そしてその中では1200万円かけてネットでの監視予算というのもつけています。私たちのネットはネットの書き込みは日々監視されています。北九州市民の皆さん、今皆さんが書き込んだネット、ツイッターでの書き込み、すべて市に監視されています。非常におかしな状態です。このネット監視の問題は、東京新聞で大きな話題として取り上げられています。権力側が市民の自由な主張を監視する、このようなことはあってはならないことです。しかし今市議会の方ではこのようなことが全く話題になってもいませんし、予算はすんなり通ってしまいました。もし広域処理がなければこのような予算はつかなかったでしょうし、すべてはこの震災瓦礫の広域処理から発端して発しています。もし広域処理がなければこのようなおかしな状態にはなりませんでした。おかしなことをし始めるので次々とおかしなことをして辻褄を合わせています。風評被害が起きるからといってネット監視をする、本当におかしいです。風評被害ではなくて今実害が起きているんです。空や大地や海は汚れていきます。ではどうするのか、もうやめればいいんです。必要のない広域処理政策はもう一切手を引く。そしてその広域処理にかかる税金をすべて本当の被災地支援に回す、それこそが正しい国の在り方、また自治体の在り方だと思います。ぜひ皆さん広域処理政策を一緒にもう一度考えましょう。北九州市民の皆さん、こんばんは。今福島では子どもの甲状腺に 50% 近い異常が生じております。直ちに福島県の子どもの避難を実現しないとものすごい惨劇が起きるという状況になっています。この状況に対して国は何ら手を打たず、全く被災地の復興には役立たない広域処理、すなわち震災地の汚染瓦礫を日本国中にばらまいて、あたかも被災地を救済しているかのような錯覚を
国民に与えようとしました。しかしこの広域処理は多くの県によってその欺瞞性が見破られ、ほとんど失敗に終わっております。ところが北九州市だけはこの誤った政策に乗っかり、市民がいくらその危険性、無駄、違法性を主張しても全くやめることなく今日に至り、汚染瓦礫を燃やして大気を汚染し続けております。このツケは今後5年後、10年後、100年後、永遠に被害が継続していくことになります。私たちの子供、その子供、孫、こういう未来の宝が全てその被害を受けなければならない、こういう状況に陥るわけです。すなわち今福島の子供に起きていることが、将来この北九州市の子供、我々に実現されるということになります。しかもそれで被災地が救われるのかといえば、全く救われません。単に復興予算がこの全く無駄な広域処理に使われるだけという、誰のためにもならない、こういう無駄な政策、この失敗した政策にうかつにも乗ってしまった北九州市は、やめるにやめられず、そのまま汚染瓦礫を搬入して焼却し、市民の健康を奪っていくという全く愚かなことをやめようとしないのです。こういう愚かなことを止めるのは、本来的に我々の代表である議員、これによって構成される議会が誤った政策はやめるという決断をすべきであるのに、議会議員は誰も修正しようとせず、誤った政策に対して予算までつけるという誤りの上塗りをして平然としております。市民の健康を誰が思いやるのでしょうか。本来的に市民を守るべき市役所、市長が我々の健康を守ろうとしません。市に試験焼却による健康被害を訴えても因果関係があるのか問うてきます。これは全く誤った思考法で、市はそもそも市民を守る義務があります。我々はそのために税金を払い、市に我々の安全を委ねております。ところが市は危険な瓦礫の焼却をしてその被害を主張すると因果関係があるのかという全くあべこべの質問をして、自分の責任を放棄しております。本来的に守りに行くことを市がしないときに、私たちはどうすればよろしいのでしょうか。私たち自身がこういう議会、市長を変えていかなければなりません。正しい政治を行う議員、そして市長を変えていかなければ、この北九州市は
誰も市民の健康を守らないということになります。私たちはこういう市の違法性を明らかにするために訴えを提起しております。北九州市と宮城県に対して損害賠償訴訟を提起しました。これは北九州市、宮城県を訴えるのが目的ではなく、こういう誤った政策を実行している北九州市市長、宮城県知事の違法性を明らかにするための訴訟です。それが昨日第1回法廷が開かれました。その法廷において宮城県は事実を全て認否を明らかにしましたが、北九州市は認否ができませんでした。これは認否をすると都合の悪い部分があると言わざるをいないからです。こういう訴訟に対して何の申し開きもできない違法なことを北九州市は続けております。しかも公開質問で質問したときには訴訟中であるから回答しないということを言っておりましたが、訴訟になったらばまともな回答をしない、逃げ回る、これは市長の態度と全く同じです。すなわち私たちは市長に対してこういう誤った政策をやめるよう、少なくとも市民の意見を聞くよう再三会話を申し入れましたが、すべて拒否して逃げ回り、役所に行くと警備員職員を配置して市民との対話を完全に拒否するという全くの市民無視の態度を示し逃げ回り、しかも被災地に落とされるべき復興予算をぶんどってやめないという恥ずかしいことをやっております。こういう状態は速やかに正されなければなりません。そして我々の健康を今後未来委員をと言ってもいいほど汚染し続ける危険な瓦礫の焼却を止めなければなりません。市民の皆さんもこういう違法危険な瓦礫の焼却の実態に気づいて、共に自分たちの健康を守る活動を自分のできる範囲でやっていきましょう。市民がみんなで声を上げればこういうことはすぐに止まります。そこ道を行く高校生の皆さん、あなたたちも自分の健康を守るために声を上げてください。頑張ってください。
通中の皆さん、北九州市は今石巻市の震災瓦礫を搬入して到着しております。石巻市の瓦礫は福島にある東京電力第一原子力発電所の原発事故により
放射性物質が付着し、また海に流れ出たクロムとか PCB、その他いろいろ有害物を吸い込んだ大変危険な光です。このようなものをわざわざこの北九州市まで多額の費用をかけて運び燃やすということをしております。これは北九州市の北橋市長によりますと、石巻を救うためだというふうに言っております。すなわち被災地の支援のためにやっているというふうに申しております。しかし石巻市の瓦礫を運んできて燃やすことが本当に石巻の復興に役立つのでしょうか。北九州市が持ち込んでいる瓦礫というものは石巻の第二仮置き場というところにある選別し処理しやすいように破壊された瓦礫です。これは焼却するだけのものに処理されたもので、処理の必要性の 80% 以上は宮城県の方で処理されている瓦礫です。そのまま宮城県で処理すれば何ら費用のかからない瓦礫なのです。このような瓦礫をわざわざ多額の費用をかけて北九州市まで持ってきて燃やしております。多額の費用は震災地には降りずに北九州市に運び、また北九州市が燃やし処理するための費用に消えてしまいます。実際的には石巻の復興にとっては何も役立つ復興費用は震災地に降りずに復興の妨げになるというのが、この北九州市に瓦礫を搬入して燃やしている実態です。他方福島県は深刻な被害を受け、特に原発事故による放射能汚染は極めて深刻な状況にあります。福島県の子どもは4月の段階で 35%、 9月の段階では 50% の子どもに甲状腺の異常が発生している。ものすごいスピードで放射能汚染、放射線障害が生じております。しかもがん患者も見つかっております。このまま事態を放置すれば福島県に大変な惨劇が生じることは、県の部員の例を見ても明らかです。直ちに救済措置を講じなければ大変なことになる。これはほとんど猶予できない事態です。ところがこういった真に救済が必要な事態に対しては、何の手も施さずに全く必要のない瓦礫の、汚染瓦礫の搬入焼却などをして被災地を助ける、こういう全く矛盾したことをやっているのが北九州市の瓦礫の搬入焼却処理です。
北橋市長は九州で最初に手を挙げ、彼氏の環境省の間違った広域処理に対して手を挙げて、自分が率先して実践して英雄になろうとしました。しかし広域処理の誤ったところをほとんどの市町村に見破られ、今や九州でこんな汚染瓦礫を持ち込んで焼却するなという間違ったことをやっているのは北九州市だけという恥ずかしい状態です。全く必要のないことに多額の税金が使われ、他方真っ先に救済されるべき福島県の子供が放置され、著しい放射線障害にさらされております。こういう恥ずかしい間違った瓦礫の処理は直ちにやめて、その予算を少しでも福島県その他の直ちに救済されなければならない子どものために使うよう、私たち市民の側から声を上げていこうではありませんか。直ちに避難措置を講じないと、重大な放射線障害、がんやその他さまざまな症状が発生し、私たちの宝である子どもの将来が奪われるという事態になります。こういう極めて危険かつ重大な事態を押し隠しているのが瓦礫の広域処理、失敗した広域処理、しかもそういうものに手を挙げてしまった誤った北九州市、北九州市長、北橋市長の誤った政策です。こういう誤った政策に対して我々の代表である議員は、政策をやめるように働きかけるべきであるのに、逆に予算付けをして推し進めるという誤ったことをやっております。誤った政策を止めることができるのはもはや我々市民自身しかありません。私たちがこういう誤った政策にやめろという声を上げれば、汚染瓦礫の搬入そして焼却を止めることができます。市民の皆さん、直ちに救済されなければならない福島県の子どもの避難、これを実現するよう働きかけ、全く無駄な広域処理はやめるよう働きかけ、正しい日本の体制、助け合い、絆を実現しましょう。広域処理は全く誤った政策で、こういうものに絆とか助け合いという全く正反対の内容を付加するのは誤りです。本当に救済されるべきところに手を差し伸べるのが助け合い絆です。そのためには直ちに救済されなければならない、避難させなければ生命身体が危うい福島県の子どもの避難、雇用、そのために
北九州市が無駄に使おうとしている費用は使われるべきです。正しいことをさせるために我々市民から声を上げていきましょう。寂しい。一般帰ってくるんでしょ。
週間いないってちょっとだから寂しいこれ免許あるのよ。あ、そうなんですか。北九州市民の皆さん、こんばんは。現在、福島県では甲状腺がん、白血病、奇形が続々と報告されています。また福島近県、関東圏でも突然死が急増中です。その他、あらゆる病気が放射能汚染が原因ではないかと思われるような病気が続々と報告されています。続々と放射能汚染が原因ではないかという病気は続々と報告されてますが、一切報道されません。また放射能汚染された食物が全国的に続々と見つかってます。これまた一切報道されません。東日本では他国が輸入禁止している汚染された食べ物を食べざるを得ません。九州はまだかろうじて安全といったところですが、北九州市が2年間24時間のがれき焼却を始めれば、今まだ安全な九州産の食物も全て汚染され、被災者支援どころか自分たちが食べる食べ物すらなくなってしまいます。その証拠は一足先にがれき焼却を始めた島田市です。その土壌汚染はひどく、お茶、タバコなど汚染されてます。これでは北九州市は近い将来、第二の福島、第二の水俣と呼ばれるようになってしまいます。そしてこのまま人々が西日本、九州、北海道だけでも放射能から守ろうとしなければ、将来日本全国放射能汚染による阿鼻叫喚の地獄になっているという姿は容易に想像されます。また瓦礫焼却による汚染は西日本全域、韓国、米国、西海岸まで及びます。ドイツ、米国、西海岸からも広域処理をやめるようにたくさんの署名や警告が来ています。どうか北九州市がこれ以上他国や他県、他国にこれ以上迷惑をかけることがないよう、瓦礫焼却を止めなければなりません。福島第一の事故は収束どころか、チェルノブイを数超え、危険な放射性物質を悪魔のように毎日吹き上げ、海にも陸にも放射能汚染を垂れ流しております。日本は今まさに亡国の淵にあります。さらにその上に環境省は放射能を含んだ自然災害を拡散し、意図的に放射能拡散をしようとしています。これは歴史に残る正義の蛮行、軍行、犯罪行為です。北橋市長は二重瓦礫処理による国庫金搾取により、現在裁判所に提訴されています。我々はその原告です。北橋市長は被告です。それは北橋市長の真の目的は、被災者支援ではなく、己の金銭欲のために瓦礫受け入れに盲信していることを示しています。真に被災者支援を考えるならば、津波を防ぐ森の頂上プロジェクトに瓦礫を利用すべきです。
宮城県議会は全会一致でこの案に賛成しています。しかし北橋市長だけが己の金銭欲のためにこの瓦礫を金に変えようと瓦礫受け入れを受け入れ焼却を続けています。今国と市は伊東放射線管理区域に子供まで閉じ込め、逆に放射能瓦礫を逃がし焼却拡散するという全く正反対のことを進行させています。お上のすることに全て間違いはない。焼却は安全とテレビや新聞の大本営発表を未だに信じているのでしょうか。ならば福島で放射能まみれで死んでいた家畜や十分な情報を得られずに被爆してしまった福島県民と同じです。継続的な低線量被爆、内部被爆の影響については不確定なことを専門家でさえわからないというのが現実です。したがって危険だと思って実は安全だった場合は何も問題ありませんが、安全だと思って危険だった、被爆してしまったという場合にはもう取り返しがつきません。広域処理のお金は全て新日鉄の関連会社に落ちます。絆というビジネスの下ではの裏では被災者支援のお金を泥棒する新日鉄と北橋市長です。北九州市民の皆さん、こんばんは。だいぶ寒くなってきましたね。福島県では甲状腺がん、白血病、危険、これらが続々と報告されています。また福島近県、関東圏でも突然死が急増中です。その他あらゆる放射能汚染が原因ではないかという病気が続々と報告されています。がしかし全く報道されません。また放射能汚染された食物が全国的に続々と見つかっています。しかしこれまた一切報道されません。しかし東日本では他国が輸入禁止している放射能汚染された食べ物を食べざるを得ません。これが今の日本の悲しい現実です。九州はまだ過労して食物は安全です。がしかし北九州市が2年間の長きにわたって二
24時間瓦礫焼却を続けるならば、今まだ安全な九州産の食物も全て汚染され、被災者支援どころか自分たち我々が食べる食べ物すらなくなってしまいます。その証拠は一足先に瓦礫焼却を始めた島田市です。その路上汚染はひどく、お茶、タバコなど汚染されてされています。これでは北九州市は近い将来第二の福島、第二の水俣と呼ばれるようになってしまうでしょう。そしてこのまま西日本、九州、北海道だけでも我々が放射能から守ろうとしなければ、将来日本全国放射能汚染された阿鼻叫喚の地獄になっている姿が容易に想像されます。また瓦礫焼却による汚染は西日本全域、韓国、アメリカ西海岸まで及びます。ドイツ、アメリカ西海岸からも広域処理をやめるようにたくさんの署名や警告が来ています。どうか北九州市がこれ以上他国他県に迷惑をかけることがないように、市民一市民としてよろしくお願いします。福島第一の事故は収束どころかチェルノブイリを軽く超えています。危険な放射性物質を悪魔のように毎日吹き上げ、海にも陸にも放射能汚染を垂れ流しています。今日本はまさに亡国の淵にあります。さらにその上、環境省は放射能を含んだ震災瓦礫を日本全国に拡散し、意図的に放射能拡散を狙っています。これは歴史に残る世紀の蛮行、愚行、犯罪行為です。北橋市長は二重瓦礫処理による国庫金搾取により現在裁判所に提訴されています。我々が原告であります。それは北橋市長の真の目的は被災者支援ではなく、己の金銭欲のために瓦礫受け入れに盲信していることを示しています。真に被災者支援を考えるならば、広域処理はやめて津波を防ぐ森の頂上プロジェクトに瓦礫を利用すべきです。宮城県議会は前回一致でこの案に賛成しています。がしかし北橋市長だけが己の金銭欲のためにこの瓦礫を金に変えようと瓦礫受け入れを続けています。今国は福島県では人を放射線管理区域に子どもまで閉じ込め、逆に放射能汚染された瓦礫を逃がし焼却拡散するという全く正反対のことをやっています。お上のすることに全て間違いはない。焼却は安全で、テレビ安全とテレビの大本営発表を未だに信じているのでしょうか。ならば福島で放射能まみれで死んでいた家畜や十分な正確な情報を得られずに被爆してしまった福島県民と同じです。継続的な生鮮量被爆、内部被爆の影響については不確定なことが多く、専門家でさえわからないことが多いという認識であります。
険だと思って安全だった場合は問題ありませんが、安全だと思って危険だった場合はもう取り返しがつきません。瓦礫を焼却して放射能で被爆してしまった場合、もうその症状が出てしまったとき、もう取り返しがつきません。そして広域処理のお金は全て新日鉄の関連会社に落ちます。絆という美智麗句を掲げ、裏では新日鉄はと北橋市長は被災者支援のお金を泥棒しております。こういう事実を皆さんはちゃんと認識してください。九州市民の皆さん、こんばんは。福島県では甲状腺がん、白血病、危険が続々と報告されています。また福島県の子どもの3割以上に甲状腺に嚢胞が見つかっております。また福島近県、関東圏でも突然死が急増中です。その他、放射能汚染が原因ではないかと思われる、もうありとあらゆる病気が報告されてますが、一切報道されません。また、放射能汚染された食べ物が全国的に続々と見つかっていますが、これまた一切報道されないのが現実です。したがって東日本では他国が日本から輸入禁止にしている放射能汚染された食べ物を食べざるを得ません。これが今の日本の現実です。本当にそうなんです。関東圏、それから東日本では他国が輸入禁止にしている汚染された食べ物を食べるしかないんです。それに対して九州はまだ稼働して食べ物は安全ですが、北九州市が2年間24時間放射能汚染された瓦礫の焼却を続けるならば、今まだ安全な九州産の食物も全て汚染され、被災者支援どころか自分たちが食べる食べ物すらなくなってしまいます。その証拠は一足先に瓦礫焼却を始めた島田市です。その土壌汚染はひどく、お茶、タバコなど汚染されてます。これでは北九州は近い将来第二の福島、第二の水俣と呼ばれるようになってしまいます。そしてこのまま人々が
西日本、九州、北海道だけでも放射能から守ろうとしなければ将来日本全国放射能による阿鼻叫喚の地獄になっている姿が放射能地獄になっている姿が容易に想像されます。また瓦礫焼却による汚染は西日本全域、韓国、アメリカ西海岸まで及びます。ドイツ、アメリカ西海岸からも広域処理をやめるようにたくさんの署名や警告が来ています。どうか北九州市がこれ以上 他県他国に迷惑をかけることがないように、世界から緊縮を買うことがないように一市民としてよろしくお願いします。福島第一の事故は収束どころか、チェルノブイリを超え、危険な放射性物質を悪魔のように毎日吹き上げ、海にも陸にも放射能汚染を垂れ流し、今、日本はまさに亡国の淵にあります。一日でも早く何とかしなければいけないのは、この福島第一、福島第一を収束させることです。さらにその上、環境省は放射能を含んだ震災瓦礫を拡散し、意図的に放射能拡散を狙っています。これは歴史に残る世紀の蛮行、愚行、犯罪行為です。北橋市長は二重瓦礫処理による国庫金搾取により現在裁判所に提訴されています。それは北橋市長の真の目的は被災者支援ではなく、己の金銭欲のために瓦礫受け入れに盲信していることを示しています。北九州市の弁護士は何も我々の質問に答えることができません。また北九州市の職員は我々の質問に何も答えることができません。これが現実です。答えられません。彼らにも真に被災者支援を考えるならば、津波を防ぐ森の頂上プロジェクトに瓦礫を利用すべきです。宮城県議会は全会一致でこの案に賛成していますが、北橋市長だけが己の金銭欲のためにこの震災瓦礫を金に変えようと瓦礫受け入れを続けています。今国は福島県では人を放射線管理区域に子どもまで閉じ込め、逆に放射能汚染された瓦礫を拡散そして焼却するという全く正反対のことを進行させています。お上のすることに全て間違いはないのでしょうか。焼却は安全とテレビの大本営発表を未だに信じているのであれば、それは福島で放射能まみれで死んでいた家畜や十分な情報を得られずに被爆した福島県民と同じです。継続的な低線量被爆、内部被爆の影響については不確定なことが多く、専門家でさえわからないというのが事実です。危険だと思って安全だった場合は問題ありませんが、焼却は安全だと思って実は危険だった、被爆してしまったという場合には
もう取り返しがつきません。広域処理のお金は全て新日鉄の関連会社に落ちます。絆という未知レイクを掲げ、裏では被災者支援のお金を新日鉄と北橋市長は泥棒しています。これが現実です。皆さん、現実をもっと知ってください。毎週金曜日この場所で、ひまわり革命をやっています、九州ひまわりプロジェクトです。毎週金曜日この場所でひまわり革命、反原発反広域処理ということでやっております。もうぜひ皆さん、九州中の皆さん、北九州のご通行中の皆さん、ご参加ください。瓦礫の広域処理なんですけれども、9月17日に、瓦礫の焼却が始まりました。現在、3つの焼却場、日上がり、新文字、大ヶ崎で瓦礫が焼却されています。今ちょっと日上がりの方は、メンテナンスでお休みしておりますけれども、こちらの方で、被災地石巻市から運ばれてきた瓦礫が24時間ずっと焼却され続けています。私たちは被災地の復興をもう心から応援しています。被災地の方々にはもう一日も早く復興を成し遂げていただき、活力ある生活を送っていただきたい、心よりそう願っております。しかし震災瓦礫を受け入れることが本当に復興になるのでしょうか。そのことに私たちはずっと疑問を持って調査し、問題点に取り組んできました。結論として、広域処理をすることで被災地の復興のためには全くなりません。現地には全くお金が落ちません。震災瓦礫を受け入れても被災地の復興のためにはなりません。これはいろいろなことを調べた結果そうなっています。そして、私たち、現地石巻市にも現地ですね、宮城県の方にも訪れ、数々の県会議員、また宮城県選出の国会議員にも話を聞きました。その議員たちも一様に口を揃えています。北九州市に、持っていく瓦礫はない、そしてもう広域処理は必要ないと言っています。それなのに今、宮城県から1400キロも離れた北九州市で瓦礫が焼かれています。年間2万6000トン微々たる量です。全体の瓦礫の量のたった 0.4%、 そこにですね、1棟あたり5万円以上の輸送費をかけて持ってきています。例えば、現地で宮城県で処理すると1トンあたり2万円、それがここ北九州市に持ってくると1トンあたり金額が10万円以上になります。実に5倍。その差額のお金はどこに行くのか。現地宮城県の方に落ちるのでしょうか。全くそうではありません。すべて
業者の方で取っていき、現地の被災地の方には1円もお金が落ちていません。このような多大な税金の無駄遣い、これをやめてこのお金を被災地の方々に直接届けたい。私たちはその思いだけで反対運動を続けてきました。本当の被災地復興を考えるのだったら、本当に困っている人たちに直接お金を手渡してほしい。今も現地では傾いた家に住んでいる方々がたくさんいます。その方々の補助金として広域処理に使うお金を渡してあげてほしい。そういったことが本当の復興支援ではないでしょうか。今回広域処理、環境省の広域処理政策には1兆円という多大なお金が、予算がついています。この1兆円を使い切るために、環境省は今必要のない広域処理を無理やり進めています。私たちは北九州市内で市民検討会という検討会を開いて、広域処理の問題点を解明してきました。環境ジャーナリスト、大学教授、医師、数々の指揮者と市民が手を組んで数々の問題点を挙げてきました。広域処理は必要ない、そのような結論に達し、広域処理に反対しています。そして本当の復興支援をということで、ずっと北九州市役所の方に訴えてきました。北九州市議会議員61名、この方々たちにも本当の被災地支援をということで、経済的な問題からももう広域処理は必要ない、現地にはもう瓦礫はない、石巻ブロックで発生した瓦礫は鹿島 JV というゼネコンが全て一手に引き受けて、もう瓦礫はありません。今回非常におかしいことが起きています。その鹿島 JV に全領委託した瓦礫の中から、わざわざ北九州支部、それを引き離して北九州市に持ってくるという、もう前代未聞の契約が行われようとしています。北九州市に持ってくる瓦礫は本当はもうありません。今無理やり作られ、そこに多大な税金をかけ、この北九州市に持ってこようとしているわけです。このおかしさを、61名の議員に私たちは訴えてきましたが、残念ながら耳を貸してはいただけませんでした。地方自治体の役割として正しい税金の使われ方、これを正すのも議員です。議員の方々には、ね、正しい税金の使い方を監視してほしい。ですが今回間違った税金の使われ方を61名の議員たち全て全会一致で可決し推進しております。今各メディアでも復興予算の使われ方について疑問を呈するような報道がなされてきました。また広域処理についても税金の無駄遣いであるという、そういう指摘をする報道も増えてまいりました。もし間違いに気がついたならば、今すぐにでもやめてほしい。今すぐ即時焼却を停止し、宮城県から北九州市に運ばれてくる瓦礫の運搬焼却を停止してほしい。そしてその税金をすべて被災地で本当に困
困っている人たちに回してほしい。大企業が儲かるだけではなく、現地で暮らす人々、本当に困っている人たちがいます。今仙台市に行きますと、仙台市の街中の夜はゼネコンの社員が歓楽街を埋め尽くしています。復興バブルで湧いています。儲かっているのはゼネコン、そしてゼネコン会社の社員だけ。一方沿岸部に行くと、復興とはほど遠く、そちらの方にはお金が全く回っていません。このようなおかしな状況になっています。私たちはもうぜひとも本当に困っている人たちにお金を渡してほしい。真の復興とはそういうものではないでしょうか。見せかけだけの絆という言葉に惑わされ、強固に震災瓦礫処理を進めている日本政府、瓦礫の山、そういう写真を見た方も多いと思います。瓦礫がなければ、瓦礫のために復興が起こりているという PR を見た方も多いと思います。しかしそれは嘘です。現地の方に聞いても、瓦礫が復興の妨げとなっているという言葉は一つも聞かれません。現地で本当に必要なのは、ここに渡るお金、そして雇用です。それがなくして真の復興はありません。見せかけだけの絆を作るために、今回その PR 費に37億円以上の国家予算が組まれました。そういうお金があるのだったら、なぜ本当に被災地にお金を回さないのでしょうか。皆さん、ぜひ本当の被災地復興を考えましょう。本当に困っている人たちに本当の支援をしましょう。私たちは瓦礫の運搬、そして焼却の即時中止を求めます。その税金を本当に困っている被災地の人たちに渡すため、私たちはこれからも声を上げ続けていきます。九州市が持ち込み焼却している瓦礫の処分は、鹿島自衛ベースというところに全て行ってしまった瓦礫を二重に持ってこようとしている違法性があります。また全く必要がないのに、国の 税金をかすめておるために行っているという違法性もあります。私たちはこの違法性を明らかにするために、現在訴訟を起こしております。現在300名近い原告が集まっており、第3次提訴の予定です。私たちはこの違法性を明らかにするために、今後第3次、第4次、第5次、続々と提起していく予定です。皆さんも、一人でも多くの人が原告になって、この違法性を明らかにしましょう。原告の、になる方法は、九州ひまわりプロジェクトという、ブログに参照すれば手続きが載っております。訴訟には逐一出てこなくとも
弁護士が法廷に行きますので、一人2000円という費用で、この北九州市の違法性を明らかにすることができます。ぜひ、市民の声として原告になり、市の違法性を明らかにし、余計な税金を使わずに被災地に正しく復興資金が下りるように努力していきましょう。よろしくお願いします。以上、本日の北九州ひまわり革命の中継をこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。